はい、えー、建築ラッパーの形と中身です、えー、今日はですね、この動画と同時に新しい新曲、えー、建築ラッパーの第4弾になるんですけども、「施工が大事フューチャリングルービス」という曲をおー YouTube に公開してますで。今回はその曲についてですね、いろいろ話をしていきたいと思います。でそれに、えー、際してですね、今日はスペシャルゲストをお招きしております。今回のコラボ相手でもあります、ルービスからルービスの代表のですね、 えー、福井信幸さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。福井さんよろしくお願いします。<laughs> はい。まあそもそも建築ラップって何なのっていうところもあると思うので、その辺の概要もご説明しつつですね、あの今回の曲についていろいろ話をしていけたらと思います。で、まずは建築ラップって何なんだみたいなところで。 まあ結構ですね、この僕の YouTube を見てくださっている方は、なんとなくですね、えー、分かってらっしゃる方も多いと思うんですけども、まあ、初めて聞いてくださる方向けにですね、少しご説明しますと、やっぱり建築業界っていうもの自体がですね、少しこう、ハイコンテクストで、少しなかなかとっつきづらい、難しいって考えている方が結構世の中に多いんじゃないかなと思ってましてで、僕自身ですね、もちろん大学、大学院と設計をずっとやっていて、 まあ設計がすごく好きなんですけどもやっぱその難しさみたいなものもすごく感じてましたし、まあ、建築を学んでない人に対してこの建築をどうやって面白くも思ってもらうかみたいなところにですね結構こうハードルというかっていうものをすごく感じてたっていうのがありますなのでまあ僕としてはもう建築ってもっとですねこう自由にいろいろ面白がっていいんじゃないかというところから、えー、建築に関する内容を曲にして まあその曲っていうのもラップなんですけどもラップにして皆さんに興味を持ってもらう、まあ、そんな入り口になればなということでこの活動建築ラップっていうものをやらせていただいておりますでこの建築ラップ初めてですね実はもう3曲ありまして今回が4曲目という形になってますで一番最初の曲に関しては「まあ、建築家の名前だけ言う」というラップになってまして、まあ、これも YouTube に上がってますので見ていただけだと思うんですけども まあ第2弾が僕がもともと住んでいたシェアハウスが建築家と共同して作ったものなんですけれども、まあ、その成り立ちだったりとか住んでいる僕みたいなこととか、まあ、不動産屋としての関わり方というようなところをまあいろんな視点からラップをするというような曲で3曲目にです、ね、あの若手建築家のパーシモン・ヒルザ・ーアーキテクツという2人組の建築家に来ていただいてその建築家の2人が自分の思っていることをです、ね、もうリアルにラップに乗せてくれると。 いうようよな曲を作らせていたただきましたなのでぜひともですねこの3曲もですね今回の動画と合わせて見ていただけたらなと思いますで今回の第4弾に関しては「施工が大事フューチャリングルービスと」とまあその名前のままではあるんですけども今回のテーマとしては「施工工事」っていうところにまあフォーカスを当てましてやっぱり結構ですねそこの大事さ っていうのがなかなか一般の人には理解されていないんじゃないかなっていう気がしていてやっぱりですね物を作るときにもちろんそれを設計する方がいるっていうのはもちろんそうなんですけどやっぱそれを作る方たち職人さんも含めてですけれども、まあ、そういった方たちのどんなことをやってるかとかですねその思いだったりとか、まあ、そこの重要さみたいなことが何かこう少し、まあ、知りたいなと思うきっかけになればなと。 というところで今回ルービスにオファーをさせていただいて、今回のような一緒に曲を作ることができた次第になっています。なので、まあせっかくなのでですね、今日福井さんに来ていただいているので、まあ、ルービスっていう会社自体がどういう会社かってこともお聞きしていけたらなと思います。それでは福井さん、ちょっとルービスについて簡単にご説明いただいてもよろしいでしょうか。うん、そうですね。 コ、えーム店ですね。横浜、東京と神奈川中心にやってまして、設計事務所からの依頼で施工だけやる場合もあれば、お客さんから直接の依頼で設計施工でリノベーションしたりっていう場合もあります。うんうん、あと、ああ借り上げっていうあの、えー、空き家を借り上げて、こちらで内装を リノベーションする費用を全額負担して、リノベーションして、転退するっていう、えー、不動産賃貸業みたいなこともやったりしてます。はい、ありがとうございます。そうですね、本当に工、まあ、務店さんではありつつも、いろんな幅広い活動をされていて、まあ、それこそこうホームページもですねアトリエ工務店という形の名前もついているぐらいですね。あの今回こういった まあ結構変わった企画ですよね。なんか一緒に曲やりましょうという企画をもう持ちかける公務店さんはもうルービスさんしかいないんじゃないかというふうに <laughs> 思った次第で、まあもともとですね、僕が今勤めてる会社の仕事でもルービスさんとご一緒したことが何回かあったりしたので、やっぱそんなご縁もあってですね、今回ルービスさんにまあ公務店として えー、その成功の大事さとか歌う時にですねコラボレーションをお願いしたという経緯になってます。なのでですねルービスさんの細かい情報とかはですね概要欄に貼っておきますので皆さんチェックしてみてください。ではちょっと福井さんにまた聞きたいんですけど実際この曲自体がですねあの作り出そうというふうに福井さんにオファーをしたのはもうな去年の11月ぐらい。 だったんですねもう実は結構経ってて <laughs> でその時にです、ね、僕自身は、まあ、その知り合いのルービスの中のメンバーの方と知り合いだったのでその方にちょっと、えー、取り繋いでもらって上さんの方にちょっとこういう企画をやりたいんですというふうに <laughs>、はいまあ、突然メッセージをこう送らせていただいたんですけど <laughs>、まあ、率直な感想としてですねその瞬間どんな感じに思われました あいやまあ率直な感想かんまあ率直にはまあうんまあ面白そうだからやってみたいなっていうのはあってまあっていうのも、うんまあ、うちはだから工、まあ、務店ポジションなんですがやっぱりこう、まあ、建築やってるね学生さんとかもそうかもしれないですけど。 あのまあ、設計っていう仕事があるとかそういうのは分かってると思うし、はいうん、職人さんっていう仕事があるっていうのも分かってると思うんですけど工務、うん、店の仕事って割と間の仕事なんで分かりづらかったりとかもするんで、まあ、違う表現の仕方でまで、あ、知ってもらえる可能性はあるから面白そうだなって。 って思ったのがまあ一番初めですかねお。いやすごいですね。<laughs> あのよくわからない僕のオファーでそこまでち,ょちゃんとこう <laughs> 捉えて <laughs> 考えてくださってたとはさすがに思いもよらず <laughs>、うん。いやでもすごくありがたい、えー、形でしたね、本当に。はい。に。ちなみにそのもともとその最初に僕オファーさせていただいたときなんですけど、まあ、それこそ建築ラップとか、うん、まあ僕、形の中身という名前でやってますけど。 そういうものがある、そういうやつがいるみたいなことはなんとなくこう知っていただいてたりしましたえっと、そう、3曲目の時に見たのかなだから、建築ラップの存在自体は前から知ってたわしあ。ありがとうございます。なるほど。多分三3曲目なので、あのパーシモンヒルズのス二人とやらせていただいた時のやつですかね。うん、なるほど。うん、いやー。 確かにあの時も少し、まあ、あのそれこそアーキテクチャフォートさんとかに載せさせていただいたりとか、うん、あの皆さんにしていただけたりしたのかなと思っていたので、まあ、そういったところで、えー、つながってすごく良かったなと思います。で今回の曲についてなんですけども 今回も実は、えー、第3弾と同じような形なんですけど、えー、3人でラップしてます。で、僕はもちろんラップしてるんですけど、あとはですね、ルービスのメンバーの方、お二人が実はラップをしてくれていまして、あの、萌えさんと K 君という形で2人ラップしてくれてまして、まあ、それも本当すごいなと。<laughs> あの、ラップ、 ただ単に一緒に曲作りましょうではなくてラップする人を2人出してくださいというオファーだったんですね。でそれで心よくあの福井さんの方でじゃあこの人がいいかなみたいな形で、えー、選んでいただいてですごくお二人もこう謎の多分こう指令というか <laughs> だったと思うんですけどすごく前向きに取り組んでくれて、まあ、めちゃめちゃいい歌詞ですし、まあ、一番すごくあのすごくいいラップを やってくれてるので、すごくありがたいんですけど。ちなみに、その、お二人を、まあ、福井さんの方で、選んでくださってると思うんですけど。それって、なんか、どういうきっかけというか、なんか、どういう意図があったりしますか?。ああ、意図っていうか、まあ、えー、っと、まあ、まあ、最近コロナになって、カラオケとか行ってないんだけど。まあ、スタッフとかと、よく一緒にカラオケ行ってて。ええ、萌えは、すごい歌うまいから。うん、まあ、萌えかな。 っていうのと。ええ<ー>、本当、まあ、はだから、コロナになった後に入社してるから。ああ、バイク多分一緒に行ったことないと思うんだけど。はいはい、なるほど。まきと自分でやるっていう話をしてくれたのかな。あすごいな。<laughs> いや、すごいな。いや、でも。もえさんに関しては、まあ、あの、女性のメンバーで、えー、今回ラップしてくれてるんですけど。も、ま、う、あ、本当にラップが初めてで。 で多分本人としても多分歌を歌うみたいな多分オファーじゃないかっていうふうに入ってきてくれたんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあいろいろ考えていくうちに、まあ、歌じゃなくてラップですみたいな形に変わって、うん、えー、ラップやったことないんですけどっていうもちろんそういうリアクションではあったんですけどすごくこう前向きにいろいろ取り組んでくれて、まあ、結果的にすごくねあのいいラップを披露してくれてるので皆さんよく聞いていただけたらなと思います。 でその2人の特にラップあの福井さんももう聞いていただいてると思うんですけどまあでもなんかその施工の描写っていうかはうん、うん、まあすごくよくでき出てるというか2人ともキャリアが78年違うけど、はい、まあそれぞれの視点で見えてるものがちゃんと。 出てるのかなっていう気やほんとそこがすごく今回大事でお二人のその日常的な視点というか本当にやっぱりヒップホップってこうリアルを歌うところがすごく大事なので僕がいくら施工が大事だって言ってもやっぱり少し説得力に欠けてしまう部分があるんですけど <laughs> うん、うん、やっぱり2人が。 入ってそのリアルを歌ってくれることにすごく意味がありますし、僕ももうなんか二人のラップを聞いて、あ、これがやっぱりこうなんだろう日常として二人が感じていることなんだっていうのがすごく伝わってきたので、いやめっちゃやっぱそこはめっちゃヒップホップだなという風に <laughs> <laughs> 感じて、いやーかっこいいわって普通にこう思いましたね。いやありがとうございます。いや本当にそこはよく出ててで。 逆に言うとです、ねまあ、僕もラップをしてるというところなんですけど僕の歌詞に関して言うとこの曲を作り出す時に、まあ、福井さんにいろいろお話を聞かせていただいて、まあ、福井さんのストーリーをちょっとだけこうエッセンスとして、あのー、入れているっていうような歌詞になってます僕の部分は。なので、まあ、そういったところもです、ね、あの注目して聴いていただけたらと思うんですけど少しです、ね、そんなあのルービス のちょっと最初の立ち上げ機のストーリーも少しだけお伺いできたらなと思うんですけれどもそれこそこう曲の一番最初がですね僕「2005」っていうところの歌詞から始まるんですが2005年っていうところに「ルービス」がまあ始まってというところでまあ結構最初はなかなか。 まあ仕事がなかったっていうようなお話もお伺いできたのででもその中でもこう諦めずやってきてそれこそ今のルービスってまあ本当に今えまあ建築で特に建築家の方僕たちのこう知り合いの界隈でもルービスもちろん知らない人ほとんどいないと思うぐらいまあやっぱりすごく知られていてあの有名な会社だと思うんですけども立ち上げき大変だった感じですかね。 そうですね。大変。まあだから今、まあ今振り返ると大変だったんだなっていうのはあるけど、一番初めの頃、やっぱ3年、3年目ぐらいまでかな。まあ、それが、まあ仕事がないっていうのはあったんだけど、うん、まあそれが、 それがずっと続くんで <laughs> その当時はそこまで大変だとは思ってなかったけどまあででも食えてなかったっすね <laughs> それでその歌詞にもあるんですけど最初はもう現場を知るためにこうハウスクリーニングの仕事を始められたみたいな、うん、それってやっぱりこう本当に仕事がないからもうある種苦肉の策的に始めたっていう感じですかそうっすねなんかだから初めはリノベーションやりたいと思う で,でも建築を学んだわけではないんで、うんえー、まあ工務店やろうと思って会社作ったはいいけどまあでもその実績そもそもないからそのリノベーションやってっていうお客さんがいるわけでもなく <laughs> まあ当たり前のようにいなくてでまあ電話も鳴らないしどうしようかなって考えてとりあえずリノベーションや,るやりたいとか言う前に。 うんまあ、一回現場知らないとやっぱダメだよねって思って、うん、えっと、会社作ってから半、5か月後ぐらいかなから、はい、えーっと、工務店になりたかったんだけど、工務店に営業かけて、はいあの、すいません、ちょっとハウスクリーニングの仕事を下請けで使ってもらえませんかって言って、うん、えぇ、ー、初めの2年ぐらいかな。<ー>ずっと下請けでハウスクリーニングやっていろんな現場。 毎日違うところに行ってたのが一番初めかなうん。やっぱそのハウスクリーニングで得た経験っていうのは結構その後にも大きく影響した感じですかそうっすねまあなんかハウスクリーニングの仕事って一番最後の仕事だからやっぱりこう仕上げ、うん、まあ職人さんたちが作った後の部屋をきれいにするっていう仕事なんだけど、はい、仕上がった中の感じを、うん。 まあ、細かいこう作り方とか、なんか職人さんのうまさだったりとか、まあ、荒い人とかも中にはいたりするんで、なんかそういうかん、はい、ことを、まあ、比較しながら見れたりとか、結局、だから件数的には700、800件ぐらいやったんじゃないかな。へぇ<ー>そういう意味ではかなり経験には。<laughs> いや、それは確かにすごいですね。800件現場見たらなんか違いが気づけますよね、うん、確かに。まあ、ある種、うん、いい現場と悪い現場みたいなものが。そうですね。うん、あスクリーニングやって小さいと1日2、3件もあるんで。<ー>そういう意味ではまあ、良、うん、かったですね。なるほど、まあ。そこで学んだことをまあ生かしつつ。 まあそのルービスって会社がどん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 こう徐々に大きくなっていったっていうことなのかなと思うんですけど、まあ、そのルービスさんとして、まあ、それこそなんか今後の展望としてなんかやりたいこととかってなんかあったりしますか展望、まあ、大きな展望としてはでもうんまあなんかいろんな、ね、建築家の人たちと一緒に仕事させてもらったりとか、うん してきた中で、なんとなく、あ、こういう仕事あるんだみたいなのは、少しずつ認知される、してくれる人が増えてきてはいる気はするので、うんうん、なんか、そのもっと知ってもらえるような活動を続けていければいいかなっていう感じですかね。で、まあ、それが、うん、まあ、基本的には公務店なんだけど、はいえー、まあ、公務店じゃないポジション、 だとしても、えー、なんかそうこういう会社あるんだなって知ってもらえるような動きを続けていければ、うんまあ、いいんじゃないかなとなるほどある種、工、まあ、務店、まあもちろんそれはベー,スベースとしてこだわりつつ、うんまあ、いそれに派生していろんなこともやっていこうっていう割と、うん、イ,イメージが。<laughs> そうですね。不動産の、まあ、不動産賃貸業も今、うん、ま売り上げ的には全体の1割ちょっとぐらいに育てて、うん、にまあ、育ってきてはいるんで、だからやっぱりこう、えー、工事頼みたいお客さんと、はい。なんかうちでそのリノベーションした賃貸を借りたいっていう人って、全然こう、動線が違ったりとか、 お客さんのニーズが全然違ったりするんで、なんかそういうこう、はい、えー、お客さんのこう、なんていうんだろうな、ルートとみたいなものを徐々に増やしていければいいかなっていう感じですかね。う,ん、うん、なるほど。まあ、いろんなルートから言ってもルービスに出会うというか。<laughs> そうそうそう。<laughs> いろんな出会い方が。お客さんもそうだし、なんか、えー、学生の人とかでも、なんかこういう仕事やってみたいなって思ってる人に、 なるべくてもららえたいいや結構こうやっぱり学生建築学科の特に学生さんがやっぱり就職先探すときに工務店さんってやっぱなかなかこう一番最初には少なくとも出づらいというかとは思うんですけど結構それって先入観というかイメージみたいなことも結構大きく左右してるというか気がするんですよね。何かやっぱり すごくこう言い方あれですけどすごいこう憧れるとかかっこいいみたいな仕事に思われてないところがやっぱあるような気がしていてでもそれってあくまでイメージでしかなくてあの特にルービスで働いてる方ってみんな,こうなんだろうすごくその仕事自体に誇りを持ってかつ楽しんでるような。 やっぱり雰囲気が伝わってくるので、うん、それ純粋に見てたらなんか普通にやりたいなっていう学生はいっぱい出てくる気がするんですよね。なのでそれはまあイメージとあとは伝わり方みたいなところなのかなというふうには思うので、うん、やっぱ今回のラップとかもですね、まあ、一つのきっかけとして <laughs> あこういう人たちが働いててこういう思いなんだみたいなものを伝えるのには結構、うん、あの向いてたりもするかなというので。うんうんうん はい、ぜひあの学生さんもたくさん聞いてください。<laughs> よろししくお願いします今回あの PV の撮影させていただいたのも、うん、それこそルービスが今回ですね、うん、工事を担当してたりする、うん、まあ現場ですね、うん、の物件になっているので、まあ、その、うん 物件の概要とかもですね、あのうん、下にちゃんと貼っておきたいと思うので、まあ、気になった方はですね、ぜひチェックしてですね、多分これから賃貸募集かかるような、えー、ものもあるんじゃないかなと思うので、あの見てみていいなと思ったらですね、あのぜひ、まあ、連絡してみてください。なので、ちょっと今日いろいろですね、あの福井さんにお招きしていろいろお話をお伺いしましたが、「セコが大事フューチャリングルービス」という曲をですね、今回出させていただいたので、皆さんですね、ぜひ。 チェックしてみてください。では、今日はあの福井さんをお招きしました。ありがとうございます。